私たちを捨てた父が死んだ。肌違いの妹を残して。しずちゃん、鎌倉に来ない？え？一緒に暮らさない？4人で。お姉ちゃん、着いたよ。今日からお世話になります。こっちこっち。どう？おいしい。でしょ。生しらすなんか他では食べられないからね。あの子は妹は妹だけど、あんたたちの家庭を壊した人の娘さんなんだからね。この家捨てて出て行ったのになんでわかんの？元はといえば、お父さんが女の人作ったのが原因じゃない？いい年して子供みたいなこと言わないでよ。お母さんちゃんとやってるとこ見せたいだけでしょ。もうほとんど意地じゃん。私お父さんのことあんまり覚えてないんだよね。いつか聞かせてね、お父さんのこと。ごめんなさい。奥さんがいる人を好きになるなんてお母さんよくないよね。時々苦しくなるんだよね。私がいるだけで傷ついている人がいる。それぞれの思いを抱え、4人が本当の家族になるまでの1年間の物語。すずはここにいていいんだよ、ずっと。海町ダイアリー。